ハローエブリマン。今日はインド料理の決定版バターチキンをご紹介していきます。材料は、トマト缶からのの字に、ニンニク、玉ねぎ、生姜、マッシュルーム、鶏肉にヨーグルト、カレーパウダー、赤ワイン、ピーナッツバター、生クリーム、バターといっぱいですが、頑張っていきましょう。まずは鶏肉、今回もも肉を使ったんですが、胸肉の方がバターチキンには向いてると思います。一口サイズに切ってボウルに入れていきます。そこへヨーグルトを投入。ヨーグルトはお肉を柔らかくする作用がありますので、よりマイルドに仕上がります。それからカレーパウダーを入れて混ぜていきます。まあ当たり前ですが、カレーパウダーのブランドによって味が変わるので、いくつかブランドをトライしてみるのも面白いかもしれません。さあ、これを冷蔵庫で1日寝かしておきます。次にナンを作っていきます。ブレッドメーカー、パン焼き器に水、オリーブオイル、塩、砂糖、小麦粉、ベーキングパウダー、最後にイーストを入れてポチッと押して発酵までお任せしておきます。さて次、ニンニクをみじん切りにしていきます。まあ、ニンニクは味のもう源ですからね、源の頼朝。生姜も同様にみじん切りにしていきます。生姜の量によって、辛さが決定してくるので、辛いのが好きな人はたっぷり入れて結構です。玉ねぎもみじん切りです。自然な甘みが玉ねぎによって作り出されます。今日はマッシュルームを使ってみたいと思います。お鍋にバターを溶かしていきます。溶けたらニンニク、生姜を入れて香りよく炒めていきます。バターに味と香りをつけるのが美味しさの決め手になります。焦がさないように。で、玉ねぎ投入、透明になるまで中火で炒めていきます。透明になったらマッシュルームを入れていきます。マッシュルームが、油を吸い取ってくれます。炒まったら赤ワインを入れて、しばらくアルコールが飛ぶのを待ち、半量になるくらいまで煮詰めていきます。ブレンダーにかけたトマト缶を入れていきます。あ、缶詰じゃないですよ、中身だけ。これもまた煮詰めて、トマトの酸味を飛ばしてマイルドにしていきます。実はここで、大チョンボしたことに気づいてパニックになっております。玉ねぎを炒めた後にカレーパウダーを入れるのを忘れておりまして、カレーがなかったらもうそれはもはやカレーではないですから。ピーナッツバターを入れて炒めたカレーパウダーを入れていきます。皆さんね、カレーパウダーお忘れないように。さて、ここで一晩寝かしたチキンを投入。インド式はこのチキンを別にタンドリという釜で焼いて、まあ、ソースを後掛けにするらしいです。でもまあこちらの方が簡単で、ソースにチキンの味も入って、ヨーグルトの酸味、マイルドさも加わって、まあ、おすすめはこちらですね。さらに生クリームを入れてマイルドに仕上げていきます。もうゴールはすぐそこです。塩コショウで味を整えて、これはお好みですけれども、ガラムマサラ、スパイスの盛り合わせですけども、入れると部屋中にインドの香りが立ち込めていきます。これで出来上がり。一緒に食べるナンを作っていきます。ブレッドメーカーから発酵した生地を取り出して、この量で16枚作りたいと思っております。バターチキンには他にピタブレッドという薄いメキシコ料理のトルティーヤみたいなものを一緒に食べたり、ご飯も一緒に、食べたりもします。薄く伸ばしていきますけれども、形は少しいびつな方が素朴感が出ていい感じに仕上がっていきます。鉄板の上に置いて並べていって、オーブンのブロイルという上火焼きで3分、
こんな風にいびつに可愛く膨らんだら、反対にひっくり返してさらに2分焼きます。英語でフリップオーバーとかターンオーバーとかアップサイダウンと言ってもいいかもしれません。できました。素朴感が半端ないですね。なんなんです。盛り付けていきます。昔インド人に、日本のカレーをどう思うかなと思って食べさせたことがあるんですが、これは美味しい食べ物だと言われましてね、ところでこれは何という料理だと聞かれたことがありました。まあインドは全てカレーですからね。ご試食タイムです。食べてはります。どうなんでしょう。ナンをね、ナンをねこうカレーに浸してこうつけて食べると美味しいですね。みじん切りにした生姜がたまにコツ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 歯に当たって、刺激的です。生姜がやっぱりいい感じですね。全然これは辛くはないんで、むしろこれはマイルドです。辛いのお子さんでも大丈夫。チリペッパー入れたらいいと思います、むしろものすごく、クリーミーでマイルドです。そうですね、それでいけ、はい、ピーナッツバターの、ピーナッツバターナッツの香ばしさ、これもうカナダでは朝ごはんに最適、ピーナッツバターとジャムです。マッシュルームがクリーミーさにすごく合ってて、ナイス、はい、おすすめです。マッシュルームはクリーミーだとよく合います。ヨーグルトで、かなり柔らかくなります、ね、最後に入れたガラムマサラで、はい、味に、ちょっと複雑性と、香りがついて、異国の感じになってます。なるほど。ナンは、この薄っぺらいところと柔らかいところがあった方が、食べてて楽しいです。楽しいですね。料理は楽しくなくちゃってことですね。お疲れ様でした。皆さんもお試しください。 OKThank you for watching. See you next time. Bye.